続いてのコーナーは11月7日に JR 丹羽駅周辺のレトロな吉備陵南界隈で行われます第6回吉備陵南街角博物館のご紹介です。スタジオには皆さん実行委員会の皆さんにお越しいただきました。お願いいたします。よろしくお願いします。さあまずは代表して、実行委員の佐藤誠さんにお話をお伺いします。佐藤さんお願いします。はい、吉備陵南街角博の実行委員をやってます佐藤です。お願いします。さあ第6回吉備陵南街角博物館ということですが、これどんなイベントになるんでしょうか。吉備陵南地区の歴史的ないろんなお宝とか、皆様ご存知のように、犬飼牧道総理大臣がお生まれになってます。それと大賀初の博士で大賀一郎博士、そういう方々のいろんな遺品とか、昔からのいろんなものがたくさんこの吉備陵南地区には残っております。それの発掘をし皆さんに知っていただこうという催し物でございます。まあ、この1日2日間非常に盛り上がると思うんですが、今回で6回目始まったきっかけは何なんでしょうか。はい、吉備陵南地区は昭和45年以降農地が住宅地に変わりまして、人口も約昔から比べると4倍ぐらいになっております。ということは吉備陵南地区を知らない人がたくさん増えてます。ということは子どもさんたちもそういう歴史を分かりません。だから少しでも皆さんに知って誇りある郷土を作っていこうという考えから吉備陵南博物館という催し物を企画しております。私どもの この内容について詳しくチラシを制作しております。そのものにつきましては JR の丹羽駅周辺でお配りすると、それから地域センター等に置いておりますので、それを見ていただいて、今回の博物館に参加していただくとよろしくお願いします。吉備陵南、こちらにあるですね公民館または丹羽駅にも置いている地図ですね、この地図なんですが、これを持って吉備陵南地区を歩いていただこうと。はい、よろしくお願いします。そうすればこの1日2日間非常に分かりやすくなりますね。そうですね。はい、そして内容をですね、実行委員長を務められています西村明さんにお伺いしたいと思います。西村さんお願いいたします。はい、お願いします。実行委員長ということで、はい、去年もされていたということなんですが、はい、去年と今年とやらせていただいております。去年のですね、はい、VTR がありますので、はい、それを見ながらちょっとご説明いただこうと思います。はい、VTR をどうぞ。これが去年の様子なんですが、まず吉備陵南、こちらどういった場所になるんでしょうか。吉備と陵南という地域はですね、昔から農業が盛んで、お米と麦がの生産が非常に盛んなところでした。ですから町中に非常に多くの用水路が張り巡らされておりまして、また丹羽城、夏川城に荷上げをしたですね、常夜灯、船着き場ですね、常夜灯の復元もなされておりまして、そういったところを見ていただくということになります。こちらは何をしているんでしょう。これは用水路を使ってですね、子どもを対象に、用水路からの眺めを見ていただいているということですね。そして丹羽駅を盛大なパレードから始まるわけですね。はい、これは消防団の方にお願いして、このパレードで、幕開けというふうになります。この幕開けから分かるように非常に盛り上がっているんですよね。はい、毎年、非常に盛り上がったイベントとなっております。去年どのくらいの方が参加いただいたんでしょうか。約3万人ぐらいの方が、来ていただいているというふうに思っております。3万人、はい、非常に多くの方がこの1日2日ですね、そうですね、吉備陵南地区で楽しんでいるということなんですが、はい、内容どうなってるんですか。内容ですね、各住まわれている方たちが創意工夫された食べ物ですとか、あとは民芸品などをですね、作って、売られたり、見ていただいたりしております。普段この吉備陵南地区っていうのはもちろんこのようなお店がたくさん出てるわけではないんですよね。そうです、普段は普通の街角、街通りですね、の静かな街通りです。それがこのイベントに、そうです、この2日間だけは、街を挙げて盛大に、行っているということになります。皆さんどんなものを出品されてるんでしょうか。まあ、各お宅の方がですね、自分の得意な分野 の工芸品ですとか、それから農作物ですとか、そういったものを展示即売するというような形になります。
食べ物だけであるとか工芸品だけだとかそういうわけではないんですよね。そうです、いろいろなものが出ております。タコを作る方もいらっしゃいますし、タコって空にあげるタコですね。そういったこともやっております。食べるものも美味しそうですね。ぜひ美味しいものいっぱいありますからぜひ皆さん来ていただければよろしいと思います。はい、さあということで去年の内容を紹介していただいたんですが、ああやって映像を見るだけでも何か楽しそう、それだけではなくてですね、レトロな街で何か少し懐かしいような感じもしますよね。そうですね、非常に懐かしい街並みを、皆さんに、見ていただきたいなというふうに思っております。そしてこれ当日が11月7日なんですが、その前日6日にも前夜祭が行われるんですよね。はい、前夜祭としてですね、安灯をともしましてですね、街全体をほのかな明かりで、照らし上げるというイベントも、予定しております。11月6日7日はですね、吉備龍南地区に皆さんちょっと注目していただきたいと思うんですが、お越しいただきたいと思います。そしてちょっと注目イベントを皆さんにお聞きしたいと思います。どうぞ前へ。さあ注目イベント教えてください。はい、私のところではシンセサイダーの演奏を前夜祭なんですけども、はい、していただくようにしております。はい、音楽もあるということですね。わかりました。はい、さあそして仮装パレードではですね、可愛いお姉さんたちがいろんなコスプレをするのでカメラ持参でお越しください。ということは、まあ、ここだけではなくて街全体を見てくださいということですね。わかりました。さあ最後にお願いいたします。はい、出店にはいろんな食べ物やアートがあるのでとても楽しめると思うのでぜひお越しください。ちなみに何か出品されるんですか？いや、ボランティアとして。なるほど、わかりました。まあ、本当に街全体がですね楽しい、そんな2日間になると思いますのでぜひ参加していただきたいと思います。日時と場所を見てみましょう。第6回吉備龍南街角博物館前夜祭が11月の6日土曜日です。17時半から20時、そして当日11月7日の日曜日10時から16時、これ2日とも雨天決行となっています。6日7日はですね、吉備龍南地区に皆さん参加していただきたいと思います。場所は JR 丹羽瀬駅の周辺となっています。お問い合わせです。吉備龍南街角博物館実行委員会の事務局までお願いいたします。電話番号086-293-2850、086-293-2850、こちらまでお願いいたします。今日はですね、11月6日7日に JR 丹羽瀬駅の周辺で行われます吉備龍南街角博物館のご紹介でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。当日は待ってますのでぜひ参加していただきたいと思います。待ってます。CM の後もまだまだ続きます。